ます。はい、どうも。世界一括目100億人のカラコンネさん、おはようございます。ハロー、西です。はい、2月14日の朝です。朝です。あ、髪切りましたね。髪切ったね。はい、ほら、色も結構入れたんですよね。はい、オレンジ色です。うん、まあ、どうでもいいですけど。なんだろう。今日はね、狙い台があるんですけど、まあ、1時間前には並んだんですけどね、うん、ちょっと番号が微妙で取れるかどうかわかんないですね。なんか怪しいとこだよね。うん、まあ他にもね、いろいろ打てるからまだ良かったよね。まあね、はい、うん、みんな早起きですね。いいですか。はい、まあ頑張ります。頑張ります。はい、じゃあね。Thank you.
習継続。
襲継続。撃てー！
の口から凄まじい声が上がった。13人の若者たちは揃って魂を凍らせた。遅く生まれてきたことも全て天の決めたことなのじゃ。どうだ、これで俺のところへ来るか。歌舞伎者に決まるのさすがでかい。100万石では不足なのか。100万石人は日に米は三合、畳は一畳あれば十分。そんなことより一貫来る前か。運が足りぬでは戦にならぬ。
主とさえ命知らずの大バカ者と言いますか。己の掟、すなわち義のためならば平然と命を落とせる者のことである。そうじゃ、一度会ってみてやな。義とは我を美しゅうするという意味である。歌舞伎者の生き様そのものなのである。よ、自由に生きたいだけなら物を言いでもなるさ。だが、どたれ寺院の自由と背中合わせだがな。戦に生きる歌舞伎者、ここで引くのは義にあらず。馬鹿に染まった今後、ルーと押し込み、ゴザ候。俺には引くことは、美しくなく思えるだけさ。
ない。他は随一の保証がないな。月、俺を笑っ
Here it is.